こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴァンパイアサバイバーズ、久しぶりに始めていきたいと思います。今回は、猫の、どこだ、猫のこのジオバーナは猫を持ってるんで、この猫をのキャラ縛りで、行いたいと思います。よろしくお願いします。ああ、6までか。ここでやっぱり絞りをやるんだよな。ツイッチで配信を行ってます。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いします。ツイッチ、ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この配信は2日後、7日21時頃に、プレミア公開で YouTube にアップロードいたします。 YouTube の URL は Twitch のチャット欄に記載しますので、ぜひアクセスをお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いします。 This Live アーカイブアップロード、My YouTube チャンネル2 Days After、 My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントもございます。チャット欄に記載してます。ぜひアクセスしていただきまして、こちらもアカウントフォロー、ツイートのリツイート、いいねお願いします。TwitterX プリーズビジット、プリーズアカウントフォロー&リツイート&グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきましょう。ジオバーナか。猫はこれしかないよな。なお猫は消したい。あれ、これ消せないんだ。そうか、いちいち強化解除しないとできないんだ。OK、 元に戻した。じゃあ早速やっていきましょう。猫どこ行こうかな。いや、難しい面は避けよう。図書館行ってみましょう。あ、ダメだ。はい、成長って何が成長するんだ。この猫が
傷つけます。いろいろ選べるんですね。なんだこれ、飛び出す火災ゴーク、ん、何これ、あれ、え、何、スイッチセレクション、フリーパッシブ、シューティングなんたらかんたら、あ、なんかボタンが選べない、ちょっと戻りしたい、あれおかしいな、ちなみに猫はですね、スイッチセレクションってなんだ？え？なになになに？オプションだよな。石の仮面が猫のパワーアップにつながるわけか。なんで番号が選択できるようになってんだ？最初に買ったものがもしかして影響してる？ランダム選択しかできなくなってる。なんでなんで？ちょっと一回戻ろう。オプションで終了。あれ？スイッチモードってなんだ？
え、チョイス。あ、英語になっちゃってる。日本語、日本語に戻す。まあ、倒した歴ですね。スイッチモードが有効になっているとどうなるんだ？バンサバで。スイッチと連動モードがあるみたいだけど、え、スイッチの視聴者が配信者がプレイするゲームに、つまり扱、干渉できるんだ。つまり、ツイッチモードをオンにするから、視聴者がこれを、選ぶっていうのが、できるのか、ツイッチの場合。だから、ツイッチモードを無効にしたい。一応接続解除します。そして猫を選択して、図書館で、あ、音楽も。このハイパーってなんだ。宝生くん、あー、やばいやばいやばい。まあ、いわば猫も避けないといけないってことですね。猫も敵でもあり、敵でもあり、ね、味方でもあるからな。ドリルってなんだ。エイト、エイトということで、エイトはティラギスもいるんだよな。エイト、エイト。ああ、そうですか。骨っこ食べて、まあ、トロッコですよね、結局、これで役に立つのは。スイッチモードおもろいかもな。あれ、命をトマトってなんだっけ。糖質ってことで。という聖なる風ってまだ、あ、なんか、無知をやることでなんか解放されるんだ。
まだそれやってないんで、やりに、アンロックしに行きましょう。猫がどう猛になっていきます。あんまり、基本的にやっぱり猫どう猛になったらどんどんこっちも傷つくんで、猫は強化しない方がいいとは思うんですが、ちなみに猫は進化すると、なんか鈴になるんだ。あ、石の仮面ですね。はい。猫進化の。あれです。もうね、猫泣いてます。猫の数増えてるな。聖なる風がいいのか。4つなんだよな。何これ、剣幕の着物。あ、これでなんかパワーアップできるんだ、あの引き寄せで。なんで止まってんだ。あ、ティラギス、これは絶対取っときましょう。猫がだんだんどう猛になっていってるな。猫パワーアップはしたくない。しかし、あの猫縛りですね、ある種。そうだ、あの必ず猫が出たら猫を選ばないといけないっていうことにしよう。ソング・オブ・マナー、ソング・オブ・マナーってなんだっけ。組み合わせは、あと、これと、普通の鞭と、普通の鞭だよな、これ。あ、普通の鞭じゃないんだ、これ。あれ取って、あれを取って、強化版、進化鞭しないと、進化できないんだ。ってことは、命を一は取らないといけないってことですね、はい。猫の数だんだん増えてくるから、ダメージが増えてくるよ。命を、ここで命を譲り合う、取らないといけないってことだ。まあ、これ、ノーマルムチが出ないといけないですね。あと、枠は2つ。ん？ちょっと待って。ノーマルムチってなかったっけ？あ。猫追っかけるのが激しいな。えいっとえいっと、まあつまりノーマルムチを優先しな、止まってるということで。時間停止もの。なんか猫すごいアップしてる。猫は、ああ、そうか、もう進化できるんだ。でも進化しても猫は傷つけますからね、やばいです。
やばすぎます。左が何だろう。空白と金か。まあ別にいかんでもいいよな。へえ、石の器だな。お、エイトが強化、強化。まあいいでしょう。エイト強化しないといけないんで、枠も。ただね、もう一つの銃が出るかどうかですね。着物。孫悟空はな、鳩が一つ。まあ石の仮面だろうな。あ、またボスが来た。命をトマトが言ったような気がするような。あ、オーブ取らないとダメなんだ。命をトマトはいらない。あ、ん、いや、オーブは確かに聖水なんだけど、着物をパワーアップできる効果もあるんだ。命のトマトは何と比較するんだ。あ、よくわからんな。あれなんだ。また通常無知だよな。あ、たくさんある。着物をパワーアップできる猫か。猫の、猫怖すぎやろ。うん、ん、ああ、ムチか。青ムチ。何、聖なる風か。久しぶりの強化。突っ込んでいったらどうなんだ。ここに分からん。見えにくくなるからあんまり良くないのかもよ。本当に諸刃の刃だよなこれ。増えてきてるし、危ない危ない。
鑑定し物。ちょっと雑になってきてんな、キャラコンが。潜水ですかね。潜水がいいのか。まあ、潜水かな。でも進化聖水やると枠が一つだからな。赤赤のブロッコリーな。どこ？さあ、進化直前です。猫は。8。あ、わからん。やばい。でも突っ込んでいってもそんなにダメージ食らわんし。ん？うわっ！さよならニンニク。8。ルントレ？ろうそく。まあ、ティラギスかな。猫の、その、なんだ、猫踊っている。副車か。副車大事なのはわかるんだけどな。うん、8。副車って何かと組み合わせれるんやったっけ？副車は組み合わせられない。なんか脳の気持ち、あ？じゃない。副車の指輪と組み合わせるやつってなんだ？今んとこないのか。10分経過です。潜水。石の仮面は金貨量か。月桂樹なんかあげられるんわけではない。ムチがなかなか出てこないですね。なんかボスキャラ止まっちゃってるよな。さあ猫が進化するのか。猫ですね。進化猫初の進化となります。敵を倒したときに金貨のドロップがあるかもしれない。まあ、今回は猫縛りで、お送りしております。どうもな猫。自らも傷つける。なんか全然違う姿になっちゃってるが。
結構当たりが激しいのと、あと視界が見えにくくなってきてる。聖なる風。あれは当たって大丈夫やったっけ？わからん。わからんな。当たって大丈夫なのかわからん。着物か。ちょっと傷つき出してるな。ちょっとね、よく見よう。せーの、風。面白そう。どうやら、これに直接当たって、鈴に直接当たっても、傷つきはしないみたいだな。ちょっとは、この上を、煙幕を上を当たっ、乗っていけば、結構聖水と同じ効果が得られるってことかな。あ、ボスだ。おお、時間停止もの。デポしとこう。あー、食っちゃった。引き寄せ効果が強いんだよな。おら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 。あ、命を器か。激しい攻撃さらされてる。やった！ムチついに来ました。ラストやったから助かった。硬いな。これってアルカナになるやつだっけ？いや、普通の進化ですね。命を器がさらにパワーアップです。でも言います、無知がな。無知でまずはパワーアップして枠を開けたりしないといけないんで。
結構デポできてる。メデューサ、着物、行っても大丈夫だよな。まあ聖なる風かな。硬くなってきてるな。無知。結構肉のデポが増えてきましたね、ここへ来て。早く倒したいな。引き寄せか、あんまり嬉しくないな。直接的にやっぱり強化にはつながらないからな。やばい、だいぶ傷ついてしまった。やばいやばいやばいよ。あんまり回復しない。まあ命を実はたくさん取ってるから。あ、やばい、死んだ。しかし復活はできる。しかしだんだん押されてきたな。あかあか引っかかってる。キャラか。チリヒンだ。まあ猫の問題じゃないような感じですね。
あ、吸い込んじゃうよな。どうなってんだ俺。むちをパワーアップ。進化できてないから本当に20分経過してるけど自利品なんだよな。よし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 、挽回した。運の確率も上がるし、あのピエロが結構邪魔だよな。清水引っかかってる。全然倒せないもんな。だから自利品になってるよな。レベルも上がらない。だから、ちょっと欲張りすぎた感はあるよな。あの進化のあれに関して、
うちはちなみに幼稚を器ですね。聖書、間違いなく聖書。聖書は、うん。ちなみに何が待ってんだ？命を器がある。命を器があれなんで、命を器を取りに行きましょう、まずは。聖書ですね。いいですね。まずね、当然聖書。雷のあれって何でアップするんだっけ。副写かな。有効ではあるんですよね。当然無知。命のトマトは早く行こう。もうちょっとだ。もうちょっと北へ行けば器を取れる。ソングオブマナってなんだ。ああ、そうか。不足のマナーまだ何でパワーアップするか分かんないんだ。
どんどんでもロック解除していきたいですからな。もうちょっとだ。これだ、命を打つわ。取りに行きましょう。命を打つわをゲットしました。さて次は、今2種類揃ってるからないね。上のあれはまあ、意味のあるもんだけど、持ってないと意味がない。ちなみに、炎の杖だと、確率もあるみたいなんですよね、その出てくる。だから欲張らずに基本アイテムで行った方がいいってのもある。次はには貢献しないのかの金と銀の指輪は。まだ金と銀の指輪揃えたら進化するとかあったらいいと思うんですけどね。お猫がだんだんどう猛なってきてる。無知。脱出だ。あ、消えた。マンティスもいる。猫パワーアップ。猫って白仮面か。鎧とかも有効になってくるかもね。レベル上げられないなら倒しに行った方がいいからな。お金をもらえるし。今回猫スペシャルでお送りしております。聖書。距離感が大事だな、敵との。無知。お、吸ってくれる。さあどうする。あ、銀の風だ。倒した敵がハートを落とすことがある。行ってみるか。確かこれが
ハートなんですよね。ハートマークはまだ一つ。でもさ。風魔かな。いいですね。聖書パワー。聖書聖水。たくさんジェムになってくれる。お着物だが、着物だが、ここは聖書。聖書の安定感やっぱりすごいな。猫も避けていかなければなりません。あんまり吸ってくれない。いやー、やっぱり聖書いいよね。空白時間を短くすればなおよしなんだが。手に動いた方がいいかもね。あ、そう、硬い。え、なんかやられてる。聖水だ、聖書だ。地味に当たってるよな。マンティス。11分の壁があるからな。そのうち、それまでに倒しとかないとね。マンティスは。なんか、そっか、そんなこと言ってるうちに。横の方がいいか。来た。おお、フィーバー。お、ついに聖書が進化いたしましたよ。来た。え、何この猫の。猫の悪事。さあ、問題の11分。命をトマトを拾います。ここでこれで、これは非進化する。
早く猫を進化したいね。聖なる風今のうち取っとこう。ね、11分の壁も跳ね返します。まあ、無知のやっぱりパワーアップ欲しいよね。猫がまだ進化しないからな、傷ついちゃうよな。え？引き寄せってあの深海使うんだっけ？引き寄せは今のところ使わない。ムチと石の仮面だ、絶対いるのはマストなのは。来た石の仮面。もうちょっと待て待て待った方がいいのかもしれないが、あ、いや猫進化ですね。ついに12分。ついも進化させたい、早いこと。溶けていきます、どんどん溶けていく。いいよいいよ。金貨でしかないからな。石の仮面は別にいらんしな。いや、なんかいい流れになってきたね。風魔。キャラコンも大事になってくるよな。アウトボクシングを心がけて、石の仮面が金貨か。石の仮面だったらこれだな。お、これは進化杖だ。来た、ついに来たよ進化杖。これで、進化杖が来たんで、
あんまり猫縛り美味しくないかも。進化猫強くはないな。鎧風魔とりあえず最終進化杖に近づいては来てるんで、命を血は器ちゃんとしっかり溶けていってるのがいいよな。お、なんだこれ。あ、銀の風か。銀の風はね、ハートマークと合わせて進化するってわけですね。副車行こう。これから弾数が大事になってくる。銀の風、待って、センスいるんだっけ？いらないよね。あ、雷は取ってもいい。どんどんデポを確保していってるな。猫もどうなんだろうな。攻撃力的にはそんな頼りになってないけど、まあ邪魔はしないんでいいんじゃないでしょうか。これは指輪だよな。副車の輪です。
リピアじゃない、副社の輪だ。ちょっと敵の数が少ないな。まあでも倒せば緑になるから、何？お、お金だ。言うほど引き寄せが、あ、引き寄せ取ってないんだ。じゃあある程度近づいても大丈夫か。やっぱり聖書だな。聖書は何も枠関係なく聖書は取っといた方がいい。パワーアップした？お、お祝いの風。敵の防御力を弱体化？聖なる風はまだ2だ。聖なる風をどんどん上げていきたいが、20分を既に経過している。ちなみに枠は一つまだ余ってます。ゴールドした銀の指輪だろうな。あるかなか。呪い？うん、いいんじゃないでしょうか。いいと思います。
雷の指輪確保。あと7分か。進化できるかな。取れるんだよな今。聖なる風。あと6分半。超聖なる風。お、これで進化できます。ボスキャラどこだ。あ、こいつだ。うわ、半分削られた。来い。これ進化したでしょ。バラ？なんだって血染めの鞭があった。クリティカルにより爆発を起こす。指輪。なんかすごいことになってきてる。あと4分だが、指輪の進化できるかどうかってとこですね。
か。あれ、もう一回無知取れるんだ。まあ、取ってもしゃあないですけどね。構造上はもう一回無知取れるってことですね。取らないですけど。むしろ取るべきはなんか脳みたいなやつ。時間がなくなっていきます。これ断速か。ナイフもどんどんパワーアップ。ボスキャラどこだ？これナイフも極限まで上がったが、ボスキャラが見えない。おお、大フィーバー。拍手も湧いております。さあ最後、指輪も進化しました。あとはね、ナイフなんだけど間に合わないな。
30秒20秒切っております。ね、のけていきます。しゃあないですね。お、まだ復活できる。どんどん人かれ。終わりです。ジオバーナでレベル50に到達。勤めの鞭を融合させる。なんか2つの、アチーブメントを解放したみたいですね。そうすると何がある？これ気になるんだよな。ドリルは高相性能力値素早さやから翼なんですよね。いずれドリルやっぱりやりたいですよね。左はあれで、弾数が移動し敵を混乱させる。あの日本風の面に行ってみるか。まあ猫はあの変わらないですけどと言いつつ、ちょっとあの3、40秒ほどだけお待ちください。はい、お待たせいたしました。では多分次がラストの面ですね。何これ、ボスラッシュ。まあでもムーンスペル山で決めたんだ。変えます。骨っこ食べてをやろう。あれ、骨っこってまだ進化できないんだ。まあ、まず聖書を取りましょう。猫って本当に進化できないんだろうか。
それとも何かが待っているのか。やっぱり着物でしょ。ムースペルメンは。ん？なんだろう、あれ。見たことがないぞ。あれ見、向かわしていきましょう。うん、いいんじゃないでしょうか。剣、猫、子猫、本当にまだパワーアップしないんだっけ。何か隠されてるだけかもしれませんが、肉だ。まあ、とりあえず右上にソースを向かっていきましょう。猫食べて。中にあるのか。あの、これ中入れるのと入れないのがあるのか。なんだ、そうなんだ。詳細な地図、あ、本当だ。そういうことか。あと今石、奥に石の仮面があるな、取りに行こう。ああ残念、赤だった。ここはないな。じゃあ上に行かないとダメなんだ。
何あの骨。まずはこれもらっときましょう。あ、ダメだ。何こいつ。まあとりあえず立ち去るのは基地ですね。あ、お、追っかけてくんのか。これ中入るとどうなんだ。入れない。あー、なんだこいつ。あ、吸い取りや。素早さが上がるやつが、あ、何も書いてないが、確かなんか素早さ上がるやつと組み合わせるとパワーアップするやつがあるっていうのは聞いた。どれだっけ。もしかしたら刀かもしれない。突っ込みます。レベルが上がらない。ダメだ、出られない。アホ、やられた。お、コレクションを100個集める。これもアチーブメントだったんですね。アンロック選択肢削除。もう一回。ムーンスペル山に。あ、なんだこれ。新しいものが出てきた。待って、トロッコは今のところ何も組み合わせがないんだよな。これはあのろうそくとほうれん草だ。
オーブって何だったっけ。まあとりあえずペンタ消しとこう。ペンタは、うん、どんどん猫がどう思いになっていくなぁ。やばい。あ、一回取ったらもう取れるんだ。ほうれん草取りに行こう。けど、あ、ほうれん草あった。これでと大丈夫。取れる。ほうれん草はここで取れるかな。炎の杖を取りに行けるよね。炎の杖。この面ってクリアしたんだっけ。まだかもね。ダメージゾーンを発生させる。ん、ああ、まあいるかもしれんな。おお、フィーバー。おお、いいんじゃないでしょうか。ん？あ、そう、あれ取れてないんだ。復活は1回だけだからな。
レベルが上がらないから自利品だな。あ、宝箱があるやん。戻んのめんどくさいしね。取りに行かないとね。はい、選択。そこを見つけると、高すぎる。ちょっと今回はまだ無理かな。ね。酪農場やってみよう。早い、動きがこいつら早いな。鎧は何と組み合わせになる？ルントレか。それから聖水と組み合わせる。あと矢印は、矢印って左右組み合わせるんじゃないんだ。無知の方が良かったかも。早い、動きがとにかく早い。トロッコ買えばいいのは分かってるけど、そうはいかない。
ろうそくと組み合わせるのは斧のか。斧全然使ってないな、その今回。お炎の杖だ。炎の杖いるよ。ああ別に組み合わせないか。炎の杖はいらんわ。本音は欲しいけどな。やれっぱなし。動きが早いんだよな、この辺の敵はみんな。避けにくい。お、フィーバーした。おお、いいんじゃないでしょうか。金の風ってなんだっけ。あ、ハートを取らないといかんやつか。ハートはないですからね。早くハートを取り行きたい。ん？ろうそくってなんだっけ？ろうそくは王のだから関係ないか。おら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 。聖書、絶対聖書は取る。聖書を取るってことは、うん、ティラギサ撃つやつだからティラギサいらん。月桂樹は組み合わせは何だろう。ゲージは今のとこ組み合わせが存在しない。存在しないんだ。ああそうなんですか。よし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 。かな。
猫ってパワーアップできるんか、まだか。石の仮面を手に入れてないからパワーアップできないんだ。でもちょっと中途半端良くないな。そうだ、トロッコがあるじゃん、うちらには。なんかすごいことなってる。ここで雷の指輪でいいんだよな。お、大爆ブレイク。すごいな。もちろん。でもね、進化していった方がいいよな、先には。そう、スーモが、これか。ちなみにないね、ナイフしかない。パワーアップできるよな。これで次パワーアップできる。ムチ。ムチ。スーモ。命のトマトだったっけ。
そうです、命をトマトに合ってる。進化したことあるのに進化表示してくれないんだな。あれ、なんか死んで、ダメージ食らってる、ダメージ食らってる、ダメージ食らってる。一生仮面ついゲット。これかな。お、初登場だが、どれもいらん。まず翼を消滅。聖書、聖書かな。夜の召喚、雷、どうでしょう。お、猫が進化しました、ついに。ノックバックしてくれるからね、ありがたい。何これ、あ、脳の進化能じゃなかったっけ。夜の召喚進化、真下にダメージを発見。そうですね、2列目ですね。これは直接兵器はない。はその場で現れるから結構めんどくさいかも。あまり移動しない方がいいかもね。炭素がどんどんパワーアップするんだ。これしかないな。
次レベルアップできる聖書も進化聖書になる。雷の指輪だよな。どうなる？進化鞭か。しまった、鞭がこれないんだな。枠がもう、いいですね。これで次進化できる。キャラどこにいる？スケラが全然おらん。見えない。
コスキャラどこにいるんだ。いた、ようやくボスキャラで来た。どれか取らなきゃいけないからな。ようやく進化選手になった。そこでも取りに行くか。捨てなくてもいいかもな。早いよな動きが。え、なんで一気に減るんだ？おお、どんどん進化していきますね。また削られてる、やばい。
とにかく相手動きが早いんだよな。もうちょっと南下。何これ、耐えろ。おお、深海指輪。さえてる。なんでこんなにキャラがたくさんいるんだ。どこなんだ？違う。全然見えない。ロボだ。
ろうそくが見当たらない。入れ込まれてるや。厳しいかもな今回。ようやく見つけた。
押してる押してる、押されてる。ひえダメだ、火力不足だ。なんかまたなんか見つけた。まあ、帰りましょう。というわけで今回はここまでです。猫プレイしてきましたが、やっぱり最初はどうもですけど、進化させれば何でもないですね。むしろ火力を上げていかないと、先の面でクリアするのは難しい。というのがなんとなくわかる感じかな。多分聖水あっても中入られちゃうからな。はい、ということで、気になるのは時止めと何芝居でやるかな。次回は翼が、翼じゃなくて、この夜の剣が何者なのかですね。ナイフが、時止めとこれ、ナイフとこれか。ドリルですね、次回は。あとマナ、ソンゴムマナですね。時止めと何かを発見してないのかな、これは。月桂樹もそうかな。おお、そうなんだ。あ、変化できるって言っても最大は6っていうのは変わらないみたいだよな。はい、ということで、ここまでにしたいと思います。Twitch で配信を行ってきました。 Twitch のぜひ、見に来てくれた方、ツイッチのアカウントフォロー、お願いいたします。プリーズツイッチアカウントフォロー。プリーズ。この配信は2日後に YouTube のアーカイブにアップロードします。プレミア公開いたします。7日の21時頃からプレミア公開いたします。ツイッチのチャット欄にリンク記載してますので、ぜひアクセスの上
フォロー、チャンネルの登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Today's After Upload My YouTube Channel Subscribed and Movie Good Button Please。 また旧ツイッターである X のアカウントを持っております。こちらもツイッチのチャット欄にリンク記載してます。ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、ツイートのリツイート、いいねお願いします。ツイッター X ビジットプリーズ、マイアカウントフォロー&ツイート、リツイート&グッドボタンプリーズ。ということで、ヴァンパイアサバイバーズ、久しぶりに遊んでいきました猫縛りでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。